ですよ。昭和60年頃、当時この地域の人に一人当たり300万円ぐらいの手当を出すので、鹿児島市内の団地に移住しませんかっていうお話があったけど、当時は49世帯中半分は残ったそうです。やっぱり桜島がいいということで、ね、残った方が大半だったそうです。今その方たちも80歳90歳ぐらいでしょうかね。では次に入ってまいりました町がふるさと地区。ここはふるさと温泉といって、古くは江戸時代より湧いているという、また女流作家林芙美子ゆかりの温泉場としても知られています。そしてちょうどこの左手、草の生えた廃屋、こちらはかつて旅館山下屋でございましたが、この山下屋に昭和61年11月25日ちょうどお客様の書き入れ時の時、直径2メートル重さ4トンの石がこの旅館のロビーに直撃いたしました。犠牲者は出なかったんですが、ホテルの従業員に負傷者が出ました。真っ赤に焼けた石がドーンと降ってきたそうです。まあ、申し上げてしまえばこの右手上の皆岳の周辺に住んでいらっしゃる方たちは石が降ってくるリスクはあると思いますよ。この道路の左下の方にも家がありますよね。で、桜島は平坦な土地がないので、皆さん肩を寄せ合うようにして山の斜面に家を作っていらっしゃいます。この辺りは南向きなので琵琶の栽培も盛んです。土地がないもんでね、ちょうど、はい、これから右手、ここにも琵琶畑を、はい、この右手にも琵琶畑を作っています。そして左側におかけの方、左下をどうぞ。家がありますよね。わずかばかりの畑もありますよね。こうやって桜島の人々は海岸線のあたりに家を建てて住んでいらっしゃるんです。この辺りは日当たりがいいですからね、非常にあの琵琶も甘くて美味しく、はい、評判の琵琶でございますけれども、ちなみにあの鹿児島県が琵琶の栽培は日本で2番目と言われております。特に鹿児島県で琵琶の葉っぱのお茶をよく作ってるんですよね、うん、もうすぐそこが海なのに、もうねギリギリのところまで畑を作っているのが分かっていただけるかと思います。石や灰も降るけれども、農業も漁業も成り立っていることが今回車窓からでもご覧いただけました。ではこの道路沿いだと、この先右手こういった噴石よけの避難壕なんかもございます。もうこういう島ですから今日は平和ですけどね、私も観光中仕事中にこの一周コースで7、8回ぐらい爆発した日もあったので、その時はお客様も爆発見飽きたみたいで、最後はあんまり反応しなくなりました。もうこれが普通なんだね、よくわかったっていうことで慣れって怖いですね。ではね、このまま行きますと今度は左側にこの先、鹿児島市役所の支所役場のところに南岳から降ってきた石が置いてあります。はい、まもなく左手慶応台のちょっと手前、はい、大きな石がポンと置いてありますから、どうぞご覧ください。こんな石が降ってきます。これ降ってきたんですよね。はい、運転さんありがとうございます。火山灰や石が降ってきて車や家が壊れてもですね、基本災害保険は下りないんですよね。家に穴が開こうが、車が壊れようが、
災害保険は適用されないということです。ではこうやって左手の集落を見ていただいてますけど、密集して家が建っていますよね。昔この左側の集落はもう荷物を運ぶのにも大変苦労してましたので、軽トラなんかも通れないぐらいの狭い道があるわけです。でそういうところは頭上運搬といって、頭の上に荷物を乗せて巧みに調子を取りながら荷物を運ぶ頭上運搬という文化がございます。この頭上運搬はね、花も恥じらう乙女の頃から練習するんです。重たいものを頭に乗せて首と腰で調子を取るわけですね。まあ、それがもし無理であれば彼という道具を背中に背負ってあの荷物を運ぶというような地域でございました。でそして、この左側には小学校もございますけれども、桜島の子どもたちは登下校時はヘルメットを着用することが義務付けられています。それは交通安全ではなく、あくまでも噴石よけのためでございます。突然の噴火に備えて桜島の子どもたちは登下校時は噴石用のね、噴石のためのヘルメットの着用が義務化されています。でさて、それではそろそろ進行方向正面ですね、海の向こうには鹿児島の市街地も見えてまいります。お車はこの後野尻町という町に入ります。桜島で一番たくさんの土石流が発生いたしますので、土石流の町とも言われております。実はこの桜島というところはですね、かなり不安定な状態で桜島が堆積しています。火山灰は堆積すると雨が降ったとしても雨が吸収されにくいんですよね。ですからちょっと長雨が続くと、この土壌の表面の雨水が土石流となって流れてくるんです。桜島は昔はもう砂防施設がない時には土石流の被害に遭っていたわけです。今は砂防施設がしっかり作られてますので土石流の被害はありません。はい、それでは土石流のための川、砂防施設を見ていただきます。この道路の右手、まもなくですよ、野尻川という川を渡ります。はい、この橋の下、左下には山から流れてきた土石流が川底に残っていますね。ちょっと変わった作りの川でございます。では発車いたしますけれども、このような川は桜島には19本作られておりまして、そのうち16本が国土交通省が管理している川です。砂防施設というのは山から発生した土石流のそのスピードを緩めながら土砂を取り除きながら、その残りの土砂を人のいない安全な地域に流すための施設なんです。桜島は昭和39年から国立公園に指定されております。現在は霧島近郊湾国立公園となっておりますけれども、国立公園内にありますから、この砂防工事、国の事業によるものでございます。伊豆大島やあと奈良の五條市もそうでしたね、広島もそうでしたが、去年は土石流の被害に苦しまれた方もいらっしゃる。土石流が発生すれば砂防ダムが必要ですけど、自治体がその建設費用を出すのはかなりの負担なんです。桜島は国の事業によるものだから、はい、
ちょうどトラックが前から来ますよね。このトラックも国の砂防工事の車両でございます。ではここから右に曲がります。次は、はい、噴石余計の屋根のついたお墓です。はい、これより左側をご覧くださいませ。屋根付きのお墓でございます。屋根付きのお墓がありましたけども、桜島に限ったことではないです。鹿児島県全体に見られます。桜島でしたら火山灰や石が降るからという理由なのですが、火山灰が降らない地域にも屋根付きのお墓があるんですね。はい、それでは今からですね、湯の平展望所に上がっていきます。桜島において一般の方が登れるところとしては最高地点です。そこから先は京都大学の火山観測所などがございますので、この今ねカーブがだいぶ多いんですが、この道をぐんぐんと高いところまで上がっていきますね。そして標高373メートルの展望台まで行きます。左手奥には鹿児島の市街地がくっきりとご覧いただけます。さてお墓の話に少々戻りますけれども、皆様はお墓参りは週に何回とかのペースですか？月ですか？年ですか？いいんですよ、お答えならなくても。ただね、鹿児島県にお越しいただいたので、鹿児島県のお墓事情を紹介しますと、鹿児島県のお墓参りは田舎に行けば行くほど毎日です。毎日が無理なら週に 2、3回、それが無理なら週に 2、3回とか週月に 3、4回とか、そんな感じです。鹿児島のことをご存知の方は、本当に鹿児島のお墓って綺麗だよねって、お墓参りが頻繁にあるから大変よねっておっしゃいます。鹿児島はそういう地域なんです。それはお墓に屋根がついてるのも、先ほどのお墓お花も綺麗でしたよね。なぜかというと、鹿児島県はご先祖様を敬うお気持ちに、日本一情に熱い鹿児島の県民性が絡んでくるので、鹿児島の県民性はね、皆様情に熱いのはいいんですけども、情の熱さが時々おせっかいになるので、もういいですというぐらいですね、親切な方も多いですよね。そんな県民性がお墓の花は枯らさないようにとか、そんな考えになりますよ。で、私の母も、もう夏になるとお花が持たないですよね。朝と夕方1日2回お墓に行ったことありますよね。理由はお花が枯れ出すと周りの人に言われるよねとか、そこも気にしてるんですけど、お花を枯らさないようにっていう風にもうね、嫁入りした時から教わってますので、もうすっかり鹿児島の人間になっております。ですから鹿児島県のおばあちゃんたちの井戸端会議で時々こんな言葉が聞かれます。まこて墓参りが忙しかがって、これはね、本当にお墓参りが忙しいよねっていう、こんな内容の会話、こんな会話があるのも鹿児島では決して珍しいことではありません。最近の状況だと、今まで鹿児島県民が1人当たりのお花の購入金額と消費量が日本一だったんです。でも近年ですね、高齢化が急激に進んでいるので、お墓参りに行けなくなった方が多いということで、ここ最近は鹿児島県の生花の消費量がだいぶ落ち込んでいるそうですよ。それでは皆様、今からご案内する湯の平展望所が
左手奥のあたりに見えています。今日は残念でした。噴火口も見えない、爆発はしない、地鳴りも聞こえない。ちょっとまた別の期間にリベンジでお越しいただかないとですね、いけませんね。まあ、こんな桜島ですけども、よく人が住めるよねって言われます。でそもそも噴火とは何かというこのお話なんですけど、去年は御嶽山の噴火で犠牲者が多数出ました。噴火っていうのは基本はですね、噴火口から200メートル煙が上がったものを言うんです、普通は。でも桜島に限っては噴火口から1000メートル煙が上がったものを噴火といたしております。どれぐらい、それだけ頻繁に噴煙が上がっているということです。じゃあ爆発とは何かというと、爆発は噴煙の高さには関係なく、噴火口から噴石が飛散していた、あと空振が発生した、こういった現象が発生したら爆発とみなされます。ちなみにこの空振というのは空気の振動です。爆発が起こると本当に瞬間的に空気の振動が発生します。まあ、気圧に変化が生じますから、それがですね、空気の振動となってですね、伝わってきます。爆発が起こるときは大概家が、建物が激しく揺れます。本当1、2秒間とかそんなほんの一瞬ですよ。もう寝てるときにもドーンって音がすればもうビクッとしますけれども、うわ桜島が爆発したんだって思ってまた寝ますけれどもね。まあ、中には鹿児島にお泊まりになって、特に桜島の爆発の音が聞こえやすい温泉場といったら霧島温泉です。そういうところに観光客の方が行かれて、夜中にガタガタとかドーンと音がしたり、桜島に観光に来ていてもちょっとでも噴火すればもう早々観光を切り上げる方もいらっしゃいますが、それはもったいないです。桜島はこういうところですからね、石や灰が降るところに人が生活しています。なので観測機器をたくさん設置してますよ。山体膨張を計測する、計測器だったりとか、あとは地震計とかですね、空振計とか、あらゆる観測器を設置して、そして鹿児島地方気象台をはじめ、桜島でしたら京都大学の火山観測所がまた独自に噴火のメカニズムを解析してますのでね、そうやってあらゆる機関が連携して万が一の噴火の時に備えて研究あるいはね、観測を続けていますので、もうそれが365日24時間でございます。なので桜島の人はまだ普通に生活ができるんです。本当に危ないという時には島民にも避難勧告が出ますので、そうなった時は観光もできません。逆にそれまではどう爆発や噴火が起ころうが観光はできます。皆様の表情を拝見してましたら、だいぶお疲れでしたから、もう熟睡でしょうか。まあ、今から熟睡に入るというところかもしれません。バスによくあることなんですが、観光地着く前に眠くなるということでございますけど、寝る暇ございません。もうちょっとで着きます。今この辺りもね、溶岩の間からツツジのお花がご覧いただけます。これは宮間霧島じゃありません。はい、それでは
桜島、あ、お休みの方ね、おはようございます。はい、では桜島最後の観光地でございます。進行方向山手の方には展望所が見えてまいります。湯の平展望所といいまして、もしもの時の避難所です。特殊コンクリート製のため、爆発時はバスよりもあの建物の方が頑丈にできております。屋根は桜の花びらをかたどっております。ここが桜島において一般の方が登れるところとしても最高地点、最も山に近いので、結構ね、山の斜面が険しい様子が分かっていただけますね。はい、まあ、雲が切れればのお話ですけどね、もう晴れてる時はとても迫力がある眺めでございます。出発時刻を申し上げます。こちらの駐車場を11時45分出発です。ちょっとバックしますね。展望所の眼下には大正溶岩の一部が、その先には人口60万都市の鹿児島市の中心部が、もっとお天気が良ければここから右後ろの方には4年前爆発した新萌岳を持つ霧島山、霧島という活火山、南の方は開門岳という活火山までがご覧いただけるけど、今日はどちらとも見えておりませんのでご了承ください。はい。